西島の兄貴、俺のこと探しとったみたいやな。日村と大島のおっちゃんから聞いたわ。あ、いや、それでしたらもう。どないして、なんや、相談したいことあるんとちゃうんか。大丈夫っす、もう断ってきましたから。断るって何故や。仮釈放っす。今署長室で正式に辞退したいって返答してきました。なんやと。だってここ出たって何にもいいことないし。まあ今まで黙ってましたけど、実は自分もともとは北海道の組の人間でして。大島のおっちゃんから聞いた。殺し合ったんやてな。ええ、二十歳の頃です。当時組同士の戦争があって、それで当時俺の兄貴分が本家の直参やってて、もう少しで幹部に昇格できるってところまで来ていたんですけど、それでお前がその兄貴分の男に代わってやったと。はい、兄貴は自分が偉くなってすぐに俺が無所から出られるように手配してくれるって言ってたんですけど、それから何年経っても音沙汰なしで、最初は入った無所が関西だから面会に来れないんだと思ってました。でも7、8年過ぎたあたりからだんだん現実が見えてきて、ああもう俺捨てられたんだろうなって。ババちゃん。あ、すいません、心機臭い話しちゃって。でももういいんです、吹っ切れました。理由がどうあれ俺は人を殺した、だから報いを受けるのは当然なんです。10年勤めたところで俺の罪は消えるわけじゃない。それだったらいっそのこと最後まで罪に向き合ってみようかなって。ほんまにそれでええんか。お前ほんまは怖いんとちゃうか、表出んのが。西島の兄貴、実は俺もそうやった。無所で何年も飯食うてると外の世界が怖なってしょうない。そやけどな、いくらここにおっても罪は消えへん。一度心焼かれた人間は表出なあかんねえ。表に出て現実に踏みつけられて必死に生きて初めて罪の償いになるんや。そうやって自分の生きる場所見つけるんや。どんな辛い道が待っとってもな。あいつら確か木工作業班の連中。何の用や。分かってんだろ、うちの班長が呼んでる。ちょっと顔貸してくれよ。何なんですかあいつら。西島の兄貴と何の関係が。お前は引っ込んどけ。なんだ後ろのガキは。ふん、同部屋の若造か。そうか、お勤め中に忠実な兵隊スカウトしてるってわけか。こいつは関係ない。ようあんのは俺だけやろが。まあいい、ついてこい。連れてきました班長。
一週間ぶりだな、佐江島。やるならさっさとせいや。そう怒んなよ。せっかくのお楽しみの時間なんだからさ。おお、あれだけいたぶってやったのにもうこんなに治ったのか。うわあ、くっ。始めろ。佐江島の兄貴、兄貴、どういうこっちゃ。これが木工班の釘原にやられたんだ。釘原って半年ぐらい前に入ってきたあの気持ち悪いハゲか。理由は分からんが、3ヶ月くらい前から佐江島は釘原のグループに狙われていた。週に1度か2度、運動時間中に呼び出され、継続的に暴行を受けている。大島のやさん、あんた前からそのこと知ってたんすか。一度佐江島が鎮痛剤が欲しいと言ってきてな。理由を聞いたんだ。なんで黙ってたんすか。こいつに口止めされていたんだ。同部屋のお前らにはこのことを言わないでほしいとな。くそ、最初から分かったら俺たちが釘原から守ることもできたのに。無駄だ。そんなことしたら俺らまで釘原に狙われるだけだ。それに佐江島は自らの意思で無抵抗を貫いているんだ。こいつがその気になればあの程度の連中相手にはなるまい。じゃあなんで佐江島のオイバーはやり返さねえんだ。なんか理由でもあるんすか。それは後世が。いや、副所長さん、これは単なる事故で、俺たちがやったわけじゃ。連れて行け。はい。兄貴、ちょっと待てよ、これには訳が。日村副所長、ちょっとこれはないんじゃないですか。それやめてくれ。気になって仕方ねえ。すいません。佐江島のことが気になってんのか。気持ちはわかるけどよ、俺らじゃどうにもできねえんだ。それに懲罰房なら少なくとも3日帰ってこない。ゆっくり待つしかねえだろ。そんなことわかってるんですけど、なんかどうしても落ち着いていられなくて。そういや、お前佐江島さんに相談があるって言ってたけど、話できたのか。ええ、まあ。何の話だったんだよ。佐江島さんにしか話せない相談だって言ってたけどさ、俺らにも教えてくれたっていいじゃねえか。それはその。なんだよ、言えよ。
出所後のことだろ。極道門にはここ出た後もいろいろな事情が待ってるだろうからな。なんだよそんなことか。そういやお前そろそろ仮釈放だもんな。いいよな今頭ん中夢いっぱいって感じなんじゃないの。いやそれがそういう感じじゃないっていうか、その断ったらしいじゃねえか仮釈放の話。刑務官から聞いた。な、ま、マジかお前嘘だろ。副署長との面談でまだ罪を反省できてないとは言ったらしい。そんなこと言ったら仮釈放を取り消しになるに決まってるじゃねえか。気でも狂ったのかお前。どういうことなんだババ。西島の兄貴。おかえりなさい西島さん。懲罰房行きにしよう。随分とお早いお戻りで。ああようわからんけど副署長の男がすぐに戻れるように手配してくれたようや。副署長ってあの高坂が。署内の揉め事にはいつも厳しいあの男がどうして。さあな。そやけど仮釈放を期待すなて釘刺されたわ。あの男極道門が嫌いらしい。まあ高坂は厳格な男だからな。あんたがシャバの大物ということを知って署内で下手に人脈を作らせないよう警告したかったのかもしれないな。しかしよそんな薬剤嫌いな副署長相手にわざわざ出所したくねえなんていうバカもいるんだから本当おかしなもんだぜ。ババちゃんやっぱり考えは変わらんが、明日にでも高坂に再面談を申し出たらどうだ。まだ正式に仮釈放取り消しの決定が下ったわけじゃない。改めて反省の色を示せば向こうも仮釈放を認めるかもしれない。こいつやりやがった。痛えよ。違う俺じゃない。どうした。こんなところで何をこそこそやってる。こいつがいきなり大技を刺したんだよ。痛えよ。何ババちゃん。ババお前がやったのか。違う俺じゃない。俺じゃないんだ。何。じゃあその手に持っているものは何だ。こいつ、いきなりそれで俺の足を。違う。これは俺のじゃ。おい、怪我人を早く医務室に連れて行け。ババ、お前。兄貴。これで仮釈放の件もなしだな。あと数日だったというのにバカなことをしたもんだ。なんやて。俺じゃない。俺じゃないんだ兄貴。信じてくれ。ほらさっさとこっちに来い。ババちゃん。大変なことになったぞ。ババちゃんがあんなことするなんて。
嘘だろ。当たり前だ。あいつは仮釈放の嘆願書を提出したばかりだ。そんな奴が自ら刑期伸ばすような真似するはずがない。ですよね。冴島、あんたどう思う？いずれにせよわからないことが多すぎます。誰か詳しいこと知ってないか聞いて回りませんか？せやな。冴島、どうやった？俺にかかればこんな山へでもねえよ。ほんなら。ああ、バッチリだ。さすが背広の平八郎。バカ、でかい声出すな。すんません、つい。日村、お前本当に元刑事なのか？いや、これでも署では切れ者で通ってたんですがね。で、のみは誰のもんだったんですか？予想通り、あいつのだったよ。134番、あの釘原の番号です。ああ、早速この件を高坂に。待ってくれ。どうした冴島？そんな声面してどうした？なんでババに手出した？お前の標的は俺のはずや。何言ってんのかさっぱりわかんねえな。手出されたのはこっちの方だろうが。かわいそうに大和田の野郎、あれじゃ足に後遺症残るぜ。とぼけんのもええ加減にせ。おいおい、勘弁してくれよ。まさかあんたも馬場と同じで俺らを誘ってんじゃねえだろうな。馬場が大和田を刺したっちゅうこののみ、お前のんやろ。木工の作業所からお前の道具だけ綺麗になくなっとったわ。馬場を脅して無理やり連れ出したいうことも分かっとる。さあ、観念して白状したらどうや。バカが、あんなクズ一人助けたところで何になるって言うんだ。お前の仮釈が早くなるわけでもあるまいに。そないなん関係ない。今すぐ一緒に刑務官とこ行って決着つけたるやないか。ババちゃんは仮釈放が決まってたんだ。それをお前が台無しにしたんだ。あいつもおとなしく言うことを聞いてればこんな目に遭わずに済んだってのに、生意気に反抗するからこんなことになるんだ。どういうことや。ババに言ったんだよ、昨日の夜。冴島が懲罰房から帰ってきたら寝首をかけってな。なんやと。ただでってわけじゃねえ。ちゃんと表に出てからの仕事も斡旋してやるって言ったんだ。確かあいつ組に捨てられて仮釈放をひよってたんだよな。お前だが、あいつは断った。人が親切に仕事世話してやるって言ったのによ。だから呼び出してお仕置きしてやったのさ。仮釈取り消しのお仕置きをよ。教えてやろう、あん時本当は何が起こってたのかをな。はじめにあの場所で俺の部下たちが喧嘩してた。もちろん俺の指示だ。足にのみ刺して怪我もさせてな。そこに馬場のやつがやってきた。俺は喧嘩の仲裁に入るふりをして手に持っていたのみを馬場に渡した。あいつはよく考えもせずにそれを受け取ってくれたよ。あとはお前も知ってる通りだ。お前クズの中でも最低のクズや。クズに最高も最低もねえだろうがよ。所詮あいつも人殺し。ここにいる全員クズなんだよ。俺もお前もな。兄貴、冴島、お前。
立てや。やっと手出したな。はよ立て言うとんのや。望み通りいくらでも相手したる。何万回殴られてもやり返さなかったくせに、あんなバカ一人に手出されただけでキレやがって。じゃがましが、お前にキレとるんやない。俺は自分に怒っとんのや。なんだと。俺は自分のことしか考えとらんかった。はよここから出なあかん、それしか頭になかった。せやからお前らに好き放題させてしもたんや。目の前におる殴りたいやつも殴られへん。それで何が極道じゃ、何が若頭じゃ。兄弟や思える男、見捨てていけるほど俺は人間できてへん。きっちり弟の痛み体で味わうてもらうで。やれるもんならやってもらおうじゃねえか。久々の喧嘩楽しませてもらうぜ。さあ楽しもうぜ。おら、何がおもろい。この勝負俺の勝ちだ。ん、全囚人が見ているこの状況、言い逃れはできねえぜ。手こずったが、これで俺の目的は達成できたってことだ。何の話。俺があんたにちょっかい出してた本当の目的を教えてやろうか。祭事前の復讐じゃないのか。復讐なんかじゃねえ。俺の目的はな、祭事タイガー、あんたの刑期を伸ばすことだったんだよ。ん、あんたをぶっ殺すつもりなら初めっからそうしてる。俺はずっとあんたが手出してくるの待ってたんだ。これであんたもめでたく模範囚から脱落、仮釈放も絶望的ってわけだ。なぜそんなことを。お前、そんなことのためにババ巻き込んだんか。俺とお前はシャバで因縁があったわけちゃう。俺のケーキ伸ばしてお前に一体何の得があるっちゅうんや。得とかそういう問題じゃねえんだよ。俺はただ上から命令されただけなんだからな。何やと。一体誰の差し金や。またお前たちか。冴島。副所長さん、聞いてくれ。こいつの方から手出してきやがったんだ。そうなのか。はい。これで仮釈放はなしだ。あと1年俺らと仲良くやろうぜ、冴島の旦那。お前は黙ってろ。全員連行だ。怪我している者は先に手当て。はっ。ほらこっちに来い。アホらしい。気持ちはわかる。ここで過ごした日々が無駄になってしまったんだからな。だがそんなんじゃう。俺はつくづく自分が情けない。え、どこに行く。
おい高坂藩、仮釈放の件辞退させてもらいます。何だと？破門されて初めて分かった。俺はヤクザを続けたかったんやない。ただ自分が信じた奴らと一緒に降りたかっただけなんや。もともとどの組織におるとか若頭になるとかどうでもええんや。今はちゃんと罪償ってここ出られりゃそんだけでええ。佐江島、佐江島の兄貴。佐江島さん、その様子やと濡れ衣無事晴れたようやな。本当に本当にありがとうございました。俺本当になんて言ったらいいか。礼はええ。それより仮釈放の方はどうなったんや。認められました。副署長が通してくれたようです。そうか。それにしても佐江島、ずいぶんと早く帰ってきたな。あれだけの騒ぎを起こして懲罰貿易じゃなかったのか。俺も不問にされたんや、あの高坂いう男にな。高坂が？ババちゃんの件といい、佐江島さんの件といい、いつからあいつそんなに寛大になったんですか。波紋のせい。波紋？それってまさかあんた組を追われたってことじゃ。そのまさかや。兄貴、波紋ってそんな、何があったんです。理由はわからんけど、破門されたこと自体はどうでもええ。それより。それより何だ。嫌な予感がするんや。配達でーす。はい。これってん？どうした日村。これって佐江島さんがいた組のことですよね。東条会最高幹部真島五郎氏死亡って。兄貴これ。あんたの波紋ってのもこの事件が関係してるのか。兄貴、嘘や。このような断るわけない。佐江島さん、こんな時間に何を騒いでいる。余暇時間中とはいえ静粛に。これ以上騒げば減点対象とするぞ。すみません。佐江島、ババ。はい。先日お前らが行った刑務作業の件で話がある。二人とも棒から出ろ。わかりました。佐江島、お前もだ。早く立て。兄貴。待たせたな。でさっきの話やが、ババちゃんが真島をやったっちゅう北方組の人間やっちゅうのはほんまか。ええ、そうです。でも高坂さん、俺が北方組の人間だったとしてシャバの事件とは関係が。そんなことは分かっている。私が気にしているのはお前らの身の安全だ。安全って一体
どういうことですか？どうも引っかかるんだ。今回の一件、あらかじめ全てが仕組まれていたことのように感じる。どういうこと？半年前に集団で入所してきたあの国原のグループ、それと共に始まった冴島への暴行、連中の目的はお前の刑期延長だった。そこに来て波紋の話、仮釈放の手続きを私が進めた途端、国原たちは手口を変え、馬場を罠にはめることで冴島の仮釈放が取り消されるよう仕組んできた。なぜそこまでしてお前の刑期を延長する必要がある？冴島の兄貴に復讐させないためですか？その可能性はある。もしかしたら国原たちは事前に真島が殺されるということを知らされていて、冴島がここから出て北方組に復讐できないよう足止め役として送り込まれた人間なのかもしれない。確かに北方組は大きな組です。でも囚人を送り込めたとしても、法務省に圧力をかけるような力があるとはとても。ああそうだ、もし法務省に手を回すことができるとすれば、そんな組織は2つしか存在しない。1つは関西の近江連合、それにもう1つは。そうか、つまり釘原たちは東条会の息がかかった連中ちゅうことか。え？ああ、もしこの推測が当たっているとしたら、話の規模からしてそう考えるのが妥当だろうな。ちょっと何言ってるんですか？なんで東条会が身内の人間にそんなことをする必要があるんですか？裏切り者がおるっちゅうことや、東条会の内部にな。裏切り？冴島は2年前この刑務所に入るとき、刑期を終えたら東条会の若頭に就任する予定になっていたんだ。兄貴が若頭？とにかく東条会はどうにかして冴島の力を封じ込める必要があったんだろう。まさかそれで波紋を。しかしただ波紋しただけでは逆に刑期短縮、仮釈放が許可される可能性が高まる。だから法務省にまで手を回し、今度は仮釈放の申請を却下した。この網走に冴島大河という力を封じ込めるためにな。おそらくそういうことだろう。持っていけ。これはさっき言った運動場の一番奥、南西の門、その裏にスノーモービルが止めてある。その鍵だ。どういうこと？脱獄しろ、ここから。何やと？ついさっきうちの所長が死んだ。死因は調査中だが他殺の線が濃厚なようだ。なんで所長が？所長は冴島の仮釈放が却下された理由を聞くため東京に向かう途中だった。だが札幌空港でタクシーから降りたところ何者かに襲撃されたらしい。それだけじゃない、今日の午後には新たに100名近くの服役囚が移送されてくる。通常では考えられない数字だ。おそらく何かの目的があって移送されてきた人間に違いない。それって兄貴を殺すための資格ってことじゃ。事態は我々が考えるより大きくなっているんだ。このままでは確実に冴島、それにこの件に関わった馬場も殺されることになるだろう。そうなる前に何としてもこの危機を回避しなくてはならない。せやけどこないなこと許したらあんたの身も。覚悟の上だ。私は職を辞すことに後悔はない。それよりもこの刑務所が更生を促すための施設であり続けることの方が重要だ。高坂、冴島さん、それに馬場さん、もうあなた方は囚人ではありません。あなたたちは十分に罪を償った。これ以上私がここであなたたちに更生を促す必要はない。
ここから出て本当の敵、所長を葬った真の敵を見つけてください。深夜、同房の囚人が眠ったのを確認したら房を出てください。ゲーム館に命じて鍵は開けさせておきます。署内を出たらそのままグラウンドを突っ切って南西門から脱出してください。その時間なら釘原たち、他の囚人たちの妨害にも合わないで済むでしょう。わかった。最後に一つだけ約束してください。何や？もし犯人を見つけることができたら、その時は決して殺さず、必ずその男を生かして刑務所に送ってやってください。そこから先は私たちの仕事ですから。約束する。お願いします。で、何だったんです？副署長の話ってのは。別に大した話じゃなかったですよ。仮釈放の申請を改めてするって話でね、兄貴。ああ、そっか、二人揃って仮釈放か。寂しくなるな。で、冴島さん、ここ出たらどこ行くんです？月見野に行って例の兄弟分を殺した男を探すとか。ま、そうなるやろな。それじゃあ冴島さんとはまた近々会えるかもしれませんね。なんで？だってほら、それって復讐しに行くってことでしょ。殺人罪でまたここに戻ってきちゃったりして。おい日村、縁起でもねえこと言うもんじゃねえぞ。そうですよ、冴島の兄貴がそんなことするわけないじゃないですか。でもあの殺された人、冴島さんの親友なんでしょ。冴島さんの性格からして黙っておけるわけないんじゃないかと思って。あれ、怒っちゃいました？別にいいよ、そう思うんが普通やろからな。せやけど俺は復讐はせえへん。俺自身は兄弟を殺した北方っちゅう男に直接恨みがあるわけやないんやからな。じゃあ何のためにそいつを探すんです？俺は知りたいだけなんや。兄弟を殺した男がどんなやつなんか直接会うて話が聞きたい。話してどうするんです？警察に突き出すとか。別に何もせえへんと思う。はあ？何ですかそれ。俺は聞きたいんや。この世で一番強いと思っとったあの兄弟がなんて言うて死んでいったんかもな。それが北方の口から聞ければそれでいい。それで兄弟を殺した相手の恨みは消えるんすか？もしほんまに兄弟が殺されたんやったら、それは弱なった兄弟のせい、殺した奴のせいやない。人に命取られるようなやわな奴になってしもたんか、それか犯人がもっと強い奴やったんか、どっちかい。なんか深いんだが浅いんだがよくわかんねえ考え方っすね。まだ俺は兄弟が死んだとは信じられへん。せやからそれを確かめたい。それだけ。俺の勝ちや。あ、来たね。最後に2で革命って。札幌のローカルルールじゃそれなしなんすよ。ずるいね。それじゃあ冴島さんと馬場ちゃんとこうしていられんのも残りわずかっちゅうことで、例のあれやってきますか。ん？例のってあの妄想ゲームか？でもあれゲームっていうか日村さんの武勇伝だからな。どうです冴島さん、いいでしょ今夜くらい。そうやね、またおもろい妄想させてもらうかな。それじゃあいきますよ。まずは、
世話になったな。行きましょう。おやっさんの言った通りっすね。でもマジで寂しくなりますね。まあな。そんなことより、あとは今日移送されてきた囚人たちが動き出さなきゃいいんだがな。ま、そん時はそん時でしょ。大丈夫。きっとあの二人ならそれでも逃げ出せますって。ここ出たらグラウンドやな。ええ。あれは逃げろ、冴島！逃げるんだ！香坂！すまない！俺の力では止められなかった！だからどうにかして自力で逃げ…香坂！香坂！どこに行くつもりだ、冴島！栗原、お前…てめえに逃げられちまったら、せっかく呼び寄せた兵隊たち無駄になっちまうじゃねえかよ。もっと俺らと仲良く楽しもうぜ。ババちゃん。はい。あんなクズでも高坂藩は生かせっちゅうやろか。言うんじゃないですかね、高坂さんなら。そうか。よう聞け。お前らは殺さん。その代わり、この世には死ぬより辛い生き方があるっちゅうこと、その体に教えたるわ。生き残ったこと後悔させたる。お前らが死ぬ瞬間までずっとな。そんなありえない。信じられない。この人数相手に勝つなんて。はっ
後の処理は自分です。切るなり焼くなりしたら生き残る方法くらいあるやろ。お前は極道相手に戦争を吹っかけたんや。こんくらいの覚悟できとったはずやろ。殺さないで。殺さへんよ。高坂藩との約束やからな。いけるか、ババちゃん。はい。刑務官の拳銃って旧式で使いにくいんだよな。当たんないかと思って。日村さん。捜査一課の刑事だったんだよ俺。これで俺が月見野の武勇伝持ってたわけじゃないって信じてもらえます、西島さん。日村。あ、副署長なら大島のおやすさんが手当てしてます。どうにか一命は取り留められそうだって。ほんまか。ほら大島のおやすさん隠れて薬溜め込んで他の囚人に回してたりしてたでしょ。あれ昔の癖なんですって。なんか若い頃は医者もかじってたみたいですよ。ほんといろいろ裏のある人ですよね、あの人も。よかった。早く行ってください。何分か前に俺が警察とレスキュー呼びましたから。今行かないと捕まっちゃいますよ。お前らどうするんや。決まってるじゃないですか。ここでちゃんと刑期を終えるまで服役します。一緒に行かなくていいんですか。俺らがここにいないと何があったのか証言できる人もいないっしょ。それに今脱獄してもこの雪じゃ捕まる前に遭難でもして死ぬのは目に見えてるから。日村さん、ババちゃんたちこそ気をつけて。ここから出られたとしても外の方がよっぽど危ないんだからね。この季節は2メートル近い人食いグマも出るって言うしさ。またそんな、こんな時まで話持って。だから本当なんだって。まあいいや、早く行って。鬼切る。ええ、俺が出所したら飯でもおごってください。任せとき。めっちゃうまいホルモン焼き死ぬほど食わせたるわ。え、なんで？カルビとかのはいいんですけど。ほら。全開で突っ切りましょう。ああ、しっかり捕まっとけ、ママちゃん。なんとか難所は越えましたね。ああ。どうした？指に力が入らない。ああ、ババ
日村の言うてたんよりでかいヤンキI'm gonna kill you.